はい、どうも、正攻法で負けない FX のりまるです。今日は2019年8月の5日、週明け月曜日ですね。今時刻は14時17分です。今の時刻に、またね、あれこれとチャートを見ながらお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。先週、月の頭雇用統計の動き、その後の動きですよね。で、これドル円、超長期の週足という時間足を表示させてますけれども、ここ、まあ、フラッシュクラッシュ、今年の頭ですよね、年始1月3日早々に起こったズドーンとね、かなり強烈な下落、ここの最安値104円近辺ですね。一旦この日足レベルで107円から108.8円かな、これまあレンジを作ってきたんですけども、ちょうどこの、週足レベルの移動平均線当たるような位置だったりとか、週末のその雇用統計の結果を受けて、どんどんと直近のこの日足の安値を割り込んでいったっていうチャートですよね。で、自分は一旦ここでね、この 108.8 円、直近高値、日足の高値を抜けていったっていうところから、買いのエントリーしたんですよね。このダブルボトムを見て、ここからも反転する可能性、っていうところで、マイナス、12ピップスぐらいだったかな。まだね、明確に抜けてるわけじゃなかったので、4時間の押し目かなんかを待って、確かね、このあたりでエントリーしたと思います。結局その後、一気にね、まあ、そこでサポートされることなく、ドーンと強く売りを伝えたっていうことですね。まあ、結果的にこれが、まあ、日足の上髭、まあ、騙しになって、日足レベルのレンジ上限、レジスタンスからズドーンとね、まあ、日足、週足の、まあ、戻り寄りが入ってたと、まあ、そんなチャートになってますよね。で、まあ、いろんなニュースもあって、まあ、主にネガティブなニュースですよね。まあ、北朝鮮が、また飛翔体を発射したとか、日本と韓国が、かなり、ね、冷え込んだ関係になっているとかそういったニュースも後押しになって、大きく、ね、今現状、まあ、売りが進行しているという状況です。これで日足の流れを見ると、日足の、まあ、ダブルボトム、これをつけた位置からドンとね、まあ、まあダブルボトム成立してない状況ですけどね、まあ、レンジ、日足のレンジを、まあ、レジスタンスされてドンと下割ってきたという状況ですよね。で、現状このチャートの左側を見てみると、まあ、特にね、大きい目標がないので、この売り、まあ、かなり強く、まだまだね、進んでいきそうな流れにはあるのかなと。まあ、下がっていったとすると、この104円とかね、104.3 円とか。これが、まあ、週足レベルで見た時の、ここですよね。こういうライン。で、現状この週足の戻り売りが入ってきていると。まあ、そんな流れが、ま、想定できるのかなと。ただ自分はね、先ほど申し上げた通り、ここで一旦の買いのエントリーをして、まあ、損切りをされて、まあ、様子を見ている状況なので、ちょっと今、どちらにも、まあ、手が出ない状況にはなっているのかなと。まあ、仮にね、上の方から、まあ、うまくね、この日足、週足のレンジを見て、レジスタンスから売っていった人っていうのは、まだね、もうしばらく保有できそうな状況にはありそうですけれども、今日は月曜日ですね、週明け月曜日。で、主にこうね、先週末、まあ、雇用統計だったり、需要指標だったりっていう結果を受けての値動きっていうところを見ると、まあ、月曜日、火曜日、落ち着く前ね、その先週の動きをまあ引き継ぐというか、まあ、一旦どこで止まるのかどうかっていうところは、正直わからないところなので、まあ、明確に、まあ、短期足レベルでも、もう高値を切り上げるとか、まあ、トレンド転換をするような流れが見て取れないと、前にね、買っていくのはまあ危険な状況にはいるっていうところですね。ただ今いる値段っていうのがこの106円近辺の値動きで、仮に、まあ今日明日でね、この、まあここ5分足ですけども、この戻り高値、まあ大体どの辺かな、106.10、この辺ですかね。こういったところをまあ上抜けてくることがあると、一旦、まあこういう次の目標だったりとか、30ピプス、その次まで、40ピプスぐらいかな、までのまあ反発っていうのは、まあ想定できる部分ではあるので、まあ、仮にね、まあ、逆張りの買いを狙うようなことがあれば、まあ、しっかりと短期足レベルで、まあ、トレンド転換、まあ、高値を切り上げるという動きを待って、まあ、狙っていきたいなというところですね。まあ、それ以外はやはりね、上がってきたら、この、ここまで強烈にね、売られてきた流れがあるので、戻り売りを狙っていくのが、まあ、セオリーにはなってくるのかなというところだと思います。で、目標とすると、まあ、さっき見たようにね、この104円、このあたりっていうのは、まあ、一つのターゲットになってくると思うので、まあ、そういったところに向けて、まあ、戻り売りになっていくっていうのが、まあ、一つ、のプランとして持っていける状況かなと。ただね、ここまでかなり強烈に売られてきてる、まあ、日足で見ても4時間足で見て も移動平均線からね、大きく剥離している状況があるので、
強い巻き戻し、利確を取ったね、まあ、回答が入る可能性も、まあ、あるので、そういったものが出てくると、例えば107円とかね、こういったところまで一瞬で回復してくる可能性っていうのも、まあ、考慮していかなきゃいけない場面にはなるので、ちょっとね、まあ、難しいというか、まあ、今からあれこれエントリーしていくとなると、まあ、慎重に言いがざるを得ない状況にはいるのかなと。ただ長期の流れで見ると、まあ、明らかにね、まあ、売りに傾いている状況なので、この108.8円近辺でもね、ずっと申し上げていた通り、高い位置まで来たら、まあ、売られやすい状況っていうのは、まあ、ずっと継続してるんですよね。ここだから今で言うと、まあ、サポートされていたこの107円近辺っていうのは、今度上がってくるとね、まあ、強く、まあ、レジスタンスとして、まあ、機能しやすい場面なので、まあ、そういったところに仮に値が戻ってくることがあれば、まあ、戻れるようになってくる、まあ、大チャンスにはなるかなと。まあ、そこ前の買いにこの戻しだったり、まあ、短期足レベルの逆張りの買いだったりっていうところは、まあ、狙う狙わないはね、その時の相場で、判断をつけていきたいなというところだと思います。まあ、今の流れからすると、まあ、売られていくとするとこの104円近辺までもまあ十分可能性はあるのかなと。ただその下になってくるとどうしてもね、ここでまあ1点目2点目と反発してサポートされた動きがあるので、上位足レベルの流れで見ても、まあ、一旦戻ってくるということはまあ想定できますけれども、これより下、まあ、抜けていくとするとやっぱりね、1回の戻しをつけてからドンと、今回ねこの日足レベルのレンジを抜けていったように、まあ、戻ってから売られるということの方が、まあ、チャートの流れとしてもね、まあ、想定しやすい部分にはなると思うので、まあ、そのあたりはまあ注意して、まあ、今かなり強く売られてますけれども、まあ、全力で売っていくっていう感じにはまだまだないのかなと。まあ、加えて言うとね、今8月の5日もうすぐお盆休みですよね。まあ、サマータイムだったりとか、多くの投資家さんがお休みをする時期にもあって、まあ、お盆休みとかね流動性の低下で、まあ、相場がなかなか動きにくくなったり、まあ、突発的な動きでね、まあ、上下乱高下しやすかったり、そんな動きにもなってくる時期なので、まあ、大型連休だったりとか、まあ、夏休みだったりとか、まあ、盆暮れ正月ですよね。そういった時期は、まあ、そこまで大きいポジションを持つことなく、まあ、短期でね、まあ、やるのであれば、まあ、短期売買で、まあ、サクッと逃げるようなね、まあ、イメージ、まあ、長期で保有していくのは、まあ、そのお休みが去った後が、まあ、無難、まあ、ベターな選択肢になってくるのかなと。まあ、そうなってくるとやっぱり明日のね、まあ、値動き、まあ、今日1日経ってから、まあ、明日、このまあ106円近辺、まあ、どうなるのかなと。今ね、まあ、下ひげつけてこう、まあ、これ1時間足ですけれども、まあ、やはりねこの、まあ、切り板、まあ、ドル円でいうと、まあ切り板だったり半値だったりっていう位置は、まあ、反発ポイントとしてはね、まあ、目安をつけやすい位置でもあって、まあ、そこはもちろんね多くの投資家さんが、まあ、注目している部分でもあって、まあ、反発を狙っている逆張りトレーダーさんたちも、まあ、いるっていうことですね。まあ、ただ、まあ、何度も申し上げた通り、今はね、まあ、上から下に強烈に売られてきている中なので、まあ、逆張りの認識を持って、まあ、やるのであれば、しっかりとこの高値を更新してきた後の押し目っていうところ、まあ、これを待ってね、まあ、明日以降のチャートを見ていきたいっていうところだと思います。はい、ドル円に関しては以上ですかね。はい、でもう一つ、これユーロドルですね。まあ、先週戻り売りか、これ日足の流れで日足のこの安値 1.11 を割り込んできたっていうチャートだったんですよね。ドーンと、まあ、そんな流れ、まあ、週足レベルの流れを見てみるとこんな感じで、一応今ね下ひげつけて押し返されてこの 1.11 かな、この以前作ったこの高値を作った押し安値、まあ、ここで、まあ、週足レベルでまあサポートされるような流れにもまあ見えるわけですけども、実際にはね高値をずっと更新、切り下げて安値も切り下げていて、これ、まあ、陽線が立ってますけども、まあ、初めね、110.974、その 101.11 を割り込んでる流れだったりとか、ここまでずっとね、こう週足レベル高値を切り下げて安値を切り下げてっていう流れが継続している動きなんですよね。こんな感じで、なので、この押し安値 101.11 これを割り込むのは、まあ、時間の問題というか、まあ、売られやすい流れには、まあ、あるのかなと。
なんでまあ高い位置から来たら高い位置まで来るとね、まあ、売られやすい展開が予想されるということと、まあ、仮に売りが進んでいったとするとちょうどここにねいい目標があるんですよね。これがいつだったかな、2014年の春か、ヨーロッパの大統領選挙かなんかですよね。なんだっけな、マクロン大統領だったっけな、なんかあの選挙の時にこう大きく窓を開けてこう急上昇したっていうチャートが過去にあるわけですけども、まあ、その窓をね、まあ、埋めに行く可能性っていうのを、まあ、一つ考慮しておきたい流れにはなってくるのかなと。なのでまあ強く売られていったとすると、この、まあ、実態、こういうところからこの窓を埋めていったこの範囲ですよね。まあ、値段でいうと 1.07、1.09、この範囲ですかね。この範囲っていうところが、まあ、次の、まあ、目標にはなってくると思うので、そこまで200ピプスとか300ピプスとか、まだまだね、まあ、下がる余地はある。上期足の流れで見ると、まあ、下がる余地はあると。でこの流れを、まあ、日足レベルの流れで見てみると、こんな感じでね、まあ、今かなり強くね、売られてきてるってところなんですよね。で、その強く売られてきた流れから、一旦この 1.10267、ここから今 V 字回復してきてる流れがあって、まあ、自分はね、ここでも、この 60.8%、1.11 ですよね。ここでまあ戻り売りを先週狙っていったんですけども、結局、まあ、先週のうちにね、まあ、損切られて終わりました。ここもマイナス15ピップスぐらいだったかな。で、現状、この流れから、この戻り売りの、60.8% ですよね、まあ、これも抜けて、この戻り高値に向かって 1.115 かな、以前このそこでこうレンジを作ってきた、まあ、このレンジの中に帰ってきたっていうところですね。でこのレンジですね、まあ、特にこうやってね上ヒゲつけて下ヒゲつけて、まあ、小回しのような値動きっていうのは、まあ、すごくね、まあ、当たりをつけやすいというか、ここがすごく意識されてるんだなっていうのがね、まあ、よくわかる部分ですけども、こういうまあ高値手ですねっていうのはね、まあ、レンジの判断としては、まあ、すごくいいですよね。まあ、ここでも、まあ、下 1.11 っていうところと、まあ、上が 1.118、まあ、ただね、あの実体レベルで見ると、1.115、まあ、1.116、まあ、このあたりですよね。こういったところで、まあ、レンジを作ってきている。まあ、この範囲に今、帰ってきたってところですね。ただ、まあ、さっき見た通りね、まあ、上位足レベルの流れっていうのは、かなり強烈に売られてきている。で、ちょうどね、この、まあ、高値、例えば 1.11 だったら 1.115。1.16 っていうところまで、まあ、値が返ってくると、まあ、ちょうどこの日足の戻り売りが入りやすい場面にもなってくるってところですね。まあ、様子を見ていきたいのはやっぱりこの日足の、まあ、戻り売り、まあ、4時間の、ね、戻り売りでここの部分で、まあ、戻り売りを狙っていったんですけども、まあ、どうやらね週明け、まあ、雇用統計先週末の、ね、雇用統計の結果を受けて、まあ、ずっと強く戻ってきてるチャートで、一旦この 1.11、まあ、抜けていったところを割り込んだんですけども、まあ、次の、まあ、強く意識されたね、この 1.116 ってとこですね。でこれがちょうど日足レベルの、まあ、切り下げに当たるような位置なので、まあ、このあたりから、まあ、次のねその戻り売りを狙っていける場面っていうのが、まあ、来るかなと、まあ、タイミング的に見ると、まあ、ドレーン同様ね、まあ、明日、まあ、今日の動きを見て、まあ、明日、まあ、週明けの動き、まあ、月の頭の動き、っていうところから、まあ、様子を見ていければいいのかなってとこですね。で今短期足レベルで見るとかなり強くねこう上昇してる、まあ、短期の流れで見ると、まあ、強い上昇トレンドの中にいるわけですけれども、ちょうどこれね、これが8月の1日の深夜ですね。なんだっけな、FOMC だっけな、なんか重要指標があったと思うんですけども、それでドンと大きく下げてきたところ、まあ、この根元とかにね、向かって値が上昇してると。こんな感じで。で、この、まあ、上昇トレンドを、まあ、ブレイクするような位置、というところにね、まあ、注目が集まってくるかなと。もちろん、この高値を超えて、まあ、トレンド転換、日足レベルのトレンド転換ですね。という流れからドーンと戻ってくる可能性も、まあ、あるわけですけども、今のこの週足レベルの流れ、週足日足レベルの流れがずっと高値を切り下げて、安値を切り下げていっているという流れ、まあ、プラスこの 1.11 というところもね、まあ、4時間日足レベルで、実体レベルで抜けてきているという流れから、やはりね、長期の流れで見ると、もうこういったところに向けて、まあ、戻り売りが入っていく、売られやすい流れにはいるのかなと。それを見越して、ね、まあ、短期足レベルの流れで、まあ、どう何を考えていきたいかなというところだと思います。で今ね、じわじわ、ね、戻ってきている状況で、まあ、短期の流れで見ると、まあ、押し目買いを狙ってきそうな流れなので、まあ、今日これからね、まあ、何が考えていけるかなとすると、
まあ、下がってきたら、まあ、一旦のね、まあ、会話っていうのが、まあ、出てきそうな場面にはありますけれども、まあね、今申し上げた通りに、まあ、高い位置まで来るとどうしてもね、その日足の戻りが入ってきやすいっていうところ、まあ、ちょうど目標でいうとこう 1.115 この辺りですよね。この辺りからは、まあ、戻り売りの選択肢をね持っていくのが、まあ、ベターにはなってくるのかなと、まあ、狙っていきたいのはこういうところですね。ライオン時間を流れてみるとこの辺り、まあ、ちょうどねこの移動平均線にやだるような、あのトレンドラインに当たるような位置っていうのはもう少し先なので、まあ、週の終わりに向けて、まあ、高値をチャレンジしに行ってから、あ、この切り上げをブレイクするような位置っていうところにね、まあ、注目していくとなかなかいいトレードにはつながるのかなと、まあ、自分もそういった位置、そういったのを踏まえて、まあ、高い位置から、まあ、売る選択肢を持っていこうかなというふうには思ってます。はい、もう一つポンドドルですね。こちらかなりね強烈に売られてきてるっていうところですね。で、様子を見ていた、この安いですよね。今いるのがこの 1.21 かな。ここ。で、ここを割っていったらすると次ここですよね。1.20 かな。で、今、この週足とか日足レベルで、まあ、ドーンとかなり強烈に売られてきていて、ちょっとこの、まあ、反転の兆しが今のところないっていうところ、まだまだ強く売られてきてる。日足のトレンドが継続してきてる。以前ね注目していたこの、まあ、日足週足レベルのこの底を割り込んでいった、一旦これねレンジを作っていったんですけど、そこでも割り込んでいったと。なんで今のこの売りの力は相当強いっていうことですね、うん、で上下にこうヒゲを出して、さっきの週足日足の目標から、まあ、反転の流れも出てきそうですけど、まだまだね上がってくると、まあ、上ヒゲつけて売りを抑えてるっていう状況があるので、短期の流れでもまだまだね売られていきやすい流れにはいるのかなと、まあ、どちらを狙っていくかとすると、まあ、高い位置からまだまだね売っていく選択肢を持っていきたいというところですけども、そのまあ週足日足の目標にいるっていうところもあって、こちらもねちょっとまあなかなか手が 出づらい状況にはいるのかなとまあ狙っていくとすると、やっぱりこの上位足レベルで、まあ、明確にトレンド転換をするような流れ、今で言うと一旦ここで高値をつけた 1.2188 この辺とか、もしくはこれで、ね、これが重要指標ですよね。先ほどのユーロドルで見た同様の重要指標でつけた高値 1.225、 この辺りを上抜けるまでは買いの選択肢を持っていくのはなかなか難しい、まあ、加えて言うとこの安値からの逆張りの買いっていうところも、まあ、週足の、ね、目標があるっていうところも踏まえて、まあ、狙える状況にはいますけれども、まだね、まあ、安易に買っていくのは、まあ、厳しい、まあ、難しい状況にはいるかなと。どちらかといえば今現状でこの高値をつけて、まあ、ダブルトップですよね。こういったところから、まあ、売りの選択肢を持っていった方がまだまだね、まあ、優勢は高い、状況にはいるのかなと、まあ、その後はこの週足の目標、この底ですよね、週足でこの底を作ってきたこういったレンジ、こういったところで、同様にねこう底を作ってくるような流れがあれば、そこからはね、まあ、やっとというか、あ、まあ、反転の流れはまあ想定できそうですけども、今はねまだまだ強烈に売られてきている中なので、まあ、どちらに狙うとすれば、あ、まあ、売りの選択肢を持っていきたいなというところと、まだこっちちょっとね安易に、手を出したくないというところと、明確にね、安値を、あ、違う、高値を切り上げるような流れがあれば、まあ、そこから、まあ、逆張りの買いを、まあ、狙っていく状況が、まあ、生まれることになるのかと。ただ、まだまだね、今の流れからすると、まあ、4時間足の流れで見たとしても、この高値、戻り高値ですね、1.218 かな。あそこを、まあ、抜けずに、今、短期足の流れで、こう、上髭つけてね、押し返されている状況があるので、こういったところから、まあ、売りの選択肢を持っていくのが、まあ、直近の流れとしても、まあ、今日明日、まあ、明後日、まあ、今週の流れとしても、まあ、ベターなのかなというふうには思います。はい、この後ね、仮にね、ロードタイム等で、この高値をチャレンジしに行くことがあれば、1.2188 この辺りの動きに注目して、この切り上げを、まあ、仮にブレイクするようなことがあれば、そういったところから、まあ、売りの選択肢を持っていくと、まあ、いいトレードにはつながるかなと、そういったところですかね。はい、再度ドル円です。とにもかくにもね、今この日足の戻り売りドーンと売られて、日足の底、このレンジを割り込んでいったと。で、チャートの左側を見ると
これね、フラッシュクラスでつけたこの下髭、ビヨーンと長く出た下髭、まあ、目標とすると104.3円、こういったところまで次の目標がないっていうところを見ると、ここまで下がってもおかしくないってことですね。ただこの下っていうのは、その週足レベルで見たとしても、まあ1点目2点目と、まあ、ダブルボトムを作っていたりとか、以前ね、これ確かトランプ大統領就任きっかけで作った強烈な上昇の流れですけども、こういったまあ押し合わせね、まあ上昇の流れがあって、そこを作ってきて反転していった流れですよね。なんでまあこういったところには次のまあ強烈な買い勢力が待ち構えている、まあサポートとしてまあ機能しやすいってところで、買いにズドーンとね、こういったところまで下がってきてくれれば、まあいい逆張りのチャンスになるからと。ただ今はね、まだまだその反転の流れっていうのも、まあ、狙いつけづらい状況にはいるので、ちょっとね、まあ、いつも以上に、まあ、様子を見ていく流れが、まあ、色濃いかなと、まあ、狙うとすれば、まあ、さっきも触れた通り戻り高値をね、短期足レベルでも、まあ、明確に超えてからの、まあ、押し目、っていうのをしっかりと待って、様子を見ていくのが、まあ、ベターかなと。繰り返しになりますけれども、これからね、まあ、夏休み休暇に入る、まあ、投資家さんたちも増えてくるので、そういったところで、まあ、流動性の低下ですね、ボラティリティの低下で、まあ、動きがなくなる可能性もあると。なんで、まあ、そこまで、ね、積極的にこう売り買いするというよりも、大きく動いた後に、まあ、その流れから様子を見ていく展開の方が、まあ、狙いやすい状況にはなるのかなといったところでね、今日チャートの話を終わろうと思います。はい、暑い夏が続きます。水分補給をしっかりして体調管理、しっかりとしていきたいですね。暑い夏を乗り切っていきましょう。はい、それではね、今日の話は以上です。また更新します。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。